七熊。俺は戸籍和人、33歳、実家暮らしで何の特技もない普通のサラリーマンだ。他人に指さされて笑われるほどの不細工ではないが、人目を引くイケメンでもないはずなんだけど、ついさっき360度どこから見ても可愛い女の子からラブレターらしきものを受け取ってしまったのだ。これ受け取ってください。え、ちょっと、何、ずっと好きでした。おはよう。うわ、どうした？なんでもない、おはよう。変なやつ、危ない。いや、手紙を見られただけなら問題ないけど、どんな子かって聞かれたらやばい。だって相手は女子高生なんだから。めちゃくちゃ可愛かったけど、33歳の俺が女子高生と付き合ったりしたら確実に逮捕案件だよな。でも返事しないのもかわいそうだし、一回連絡するだけならいいよな。ごめんなさい、気持ちは嬉しいけどお付き合いはできません。そうしんと。ん？誰からだ？あ、さっきの子からだ。春です。突然手紙を押し付けてしまったのに連絡くださってありがとうございました。私なんかから急に好きって言われたら困っちゃいましたよね。ごめんなさい。傷つけちゃったかな。一度だけというつもりだったけど、どうしても気になった俺はまた春ちゃんに LINE を送ってしまった。そんなこと言わないで。確かに驚いたけど嬉しかったよ。これでよしっと。何がよしなんだ？ああ、なんでもない。これで本当に終わり。この時はそう思っていた。これはまずいよな。結局俺はあれから春ちゃんと LINE でのやり取りを続けてしまっていた。内容はたわいもない話ばかりで、頻繁にやり取りしていたわけじゃないけれど、連絡が来るとなんとなく返信しないと落ち着かなかった。今日は春ちゃんも休みなんだ。土曜日だもんな。何、親は仕事なのでこれから一人でランチですか。俺は後先考えないところがあり、そのメッセージに対して明日葉駅のバーガーショップが俺のおすすめですと送ってしまった。よかったら一緒にどうですか。うわあ、やっちまった。そうだよな、はるちゃんはなぜか俺のこと好きなんだもんな。誘ってくるかもしれないってことは予測できたことなのに。断ったらまた傷つけちゃうだろうな。って待てよ、そういえばどうして俺なんだ。あんな可愛い子と接点があったら忘れないと思うんだけど、はるちゃんが俺を好きになってくれた理由が気になってしまった俺は、はるちゃんの誘いに乗ってしまった。あ、カズトさん。いや、ね、やっぱりはるちゃん可愛いけど、それだけ背徳感がすごい。カズトさん。あ、いや、中に入ろうか。はい。わあ、大きい。でしょ、これ俺が好きな漫画に出てくるハンバーガーによく似ててさ。それってもしかしてバーガーバーガーですか。そうそう、昔の漫画なのによく知ってるね。あ、漫画好きなので。そっか。なあ、あのさ、気を悪くさせたらごめんなんだけど、俺たちってどこかで会ったことある？覚えてないですよね。ごめん。いえ、以前私が電車の中で体調が悪くなった時にカズトさんに助けていただいて。電車？あの時の。俺あの日大事な仕事があって急いでたから顔までは覚えてなくて。そうでしたか。それなのに駅員さんのところまで連れて行ってくれてありがとうございました。はるちゃんとはその後もいろんな話で盛り上がった。33歳の独身男とキラキラの女子高生なのに、不思議とジェネレーションギャップは感じなかった。本当に年齢差がなければよかったのにと
俺は思った。やっぱり良くないよな。何が？ひな、来てたのか。翌日は日曜日だったので、めいっ子のひなが、彼女にとってはおばあちゃん家である俺の家に遊びに来ていた。そういえば、ひなははるちゃんと年が近いんだよな。カズくん、どうしたの？なあ、最近は女子高生の間だと何が流行ってるんだ？そうだな。アイドルのスター&ムーンとか、チックタックとかかな。全然わかんねえ。あんなに話が合うなんて、やっぱはるちゃんは特別だったんだな。あとはね、コスプレイヤーのはるるんかな。はるるん？この子だよ。めちゃくちゃ可愛いの。確かに可愛いな。でも、どこかで見たことがあるような。でもね、年齢はカズくんと同じぐらいって噂なんだよ。マジ？すごく若く見えるよ。この制服の写真なんて本当の女子高生みたい。だよね。ひなのお気に入りはこのオフショットっぽい写真。メガネも可愛いよね。これって。カズくん？ちょっと用事を思い出したから出かけてくる。またな、ひな。はーい。ここは以前、ひなと一緒に行ったラーメン屋だ。俺の記憶が正しければ。ハルエ、ちゃんと戸締まりして寝るんだぞ。わかってるよ、お父さん。ハルちゃん。カズトさん、どうしてここに？俺に手紙をくれたハルちゃんは、このラーメン屋の娘で、あの人気コスプレイヤーのハルルンだったのだ。驚いたよ。どうして女子高生のふりしてたの？カズトさんに助けてもらったとき、私、人見知りで、お礼が言えなくて。そしたら、うちのラーメン屋にカズトさんがたまたま来てくれて。でも、可愛い女の子と一緒だったので、声がかけられませんでした。その時、すごく悔しかったんです。私もカズトさんと一緒に食事したり、お話ししたりしたいって思って。それで、自分もあんな風に、可愛い女子高生の姿だったら好きになってもらえるんじゃないかと。すみません。そんな必要なかったのに。え？だって俺、ラーメン食べながら、このお店の店員さん、可愛いなって思ってたんだ。はるちゃんは、女子高生でも、コスプレイヤーでも、ラーメン屋の店員さんでも可愛いよ。360度全部、可愛くてすごいと思う。嬉しい。これからは、俺の彼女のはるちゃんを見せてください。はい。こうして俺たちは付き合い始めた。これからはるちゃんが俺にどんな顔を見せてくれるのか、すごく楽しみだ。最後までご視聴いただきありがとうございます。胸キュン漫画ナナクマでは、思わずキュンとするような恋愛漫画を毎日公開中。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。